フィリップティス、フィリップティスは、ベルギーブリュッセル出身の自転車競技選手。ツールドフランス史上初の3回目の総合優勝を果たした。1910年に、ベルギー国内選手権、シクロクロスを優勝。1913年のツールでは、第9ステージでトップに立ち、最終的には2位のギュスタブ・ガリグーに8分37秒の差をつけた。 翌1914年のツールでは、第14ステージにおいて、規則違反のホイールを使用していたことから、30分のペナルティが課せられ、しかも、終盤の第10、12ステージを制した総合2位のアンリ・ペリシエとの差が、一気に1分50秒差にまで縮まった。しかし、最終15ステージでは、区間優勝のペリシエと、同タイムでゴールしたため1分50秒差を堅持し、 同大会史上二人目の連覇を達成した。しかし同年に第一次世界大戦が勃発したため、ツールは翌1915年より中止を余儀なくされることになった。戦うことなく史上初のツール三連覇の夢を絶たれたティスは、その後一旦は現役を引退した。しかし当時所属していた、プジョーの監督、アルフォンス・ボージェから強い復帰要請を受け、 第一次世界大戦中である1917年に現役に復帰。その年にジロデ・ロンバルデアとパリツールを制覇。翌1818 18年にはパリツールを連覇した。そして1919 19年よりツールは再開され、ティスも参加したが、第一ステージに適見。しかし1920年のツールでは、第二ステージよりマイオ、毎夜上ヌを手にし、最終的には、 総合2位のエクトールウースガンに57分21秒の差をつける圧勝を演じ、史上初の3回目の総合優勝を成し遂げた。1927年に現役を引退。ありがとうございます。